はい、皆さんこんにちは。ポールのマイノリティラジオへようこそ。ということでね、今日もラジオを撮っていきたいと思います。5月の11日月曜日ですね。まあ今日からねゴールデンウィーク明けって人もいたりとか、まあ水曜日明けて木金と仕事して月曜日から仕事という方も多いかなと思うんですけども、僕はね今日まで一応お休みということで、皆さんよりもしかしたらね少し長い期間ゴールデンウィークをいただいています。まあねゴールデンウィークが明けても、まあ外出自粛だとか、派遣さんの方ならお仕事できなかったりとか、学生だと大学に行けなかったりとかね、いろいろまだね生活しづらいような状況であったり、まあそのウイルス自体も収まっていないという、まだこの緊張感のある、時期ですが、どうにかねそういう中でも少しでもこう何か楽しいことをね見つけて生きて生き抜いて明るい日をね夢見て皆さんでこう蓄えていきましょうということで、今日もインドの旅行記を読んでいこうかなと思うんですけど、この動画ちょっと不評なのかかなりね再生数が低いんですけど、僕はそんなにね再生数とかそういうよりは、まあ自分がね発信したい内容をしっかり発信して、自分の中で、満足していこうかなって思っています。もちろんその皆さんにね寄り添うとこは寄り添いたいという意思もあるんですけど、自分がねしっかり発信しなければって思う、ところは、そういうね数字とかじゃなくてしっかり発信していこうかなって思っていますので、お付き合いください。今日は、一応最終回という意気込みで、話していこうかなって思ってるんですけど、実際にサムネイルが最終回となっていれば、収録後の僕が撮り終えているということになります。はい、まあ軽くおさらいとして、前日は日本人と一緒に逃げてメグカフェでカツ丼食べてみたいな日で、次の日今日、何日目だ、9日目も、バラナシにいます。題名がですねプージャーキャンドル浮かぶガンジスの祭りという題名になっています。じゃあまず日記から読んでいきます。インド9日目、今日も朝から街をぶらつき、何やら得体の知れないシールを購入。ナマステと書いてある。そのままバザールを回る。一つ30円くらいのブレスレットやよくわからない T シャツを買った。久しぶりにお金を使った気がする。あっという間に時間が流れ、夕方川の近くでインド人と会話をしながらぼーっとしていた。そして日没が近づくとプージャーというお祭りのようなものに遭遇した。オレンジの服をまとった人たちが歌とお祈りをしていた。そこには多くの船が押し寄せ、船の上からプージャーを眺めていた。プージャーは日の出と日没に毎日行われているらしい。こんなにも人が集まるのかと感動した。宿に戻る途中、インドの大学生に話しかけられ、いろいろな話をした。彼は京都大学ですね、京大の医学部へ留学をしたいと言っていた。なぜ?と問うと、日本人が当たり前に治る病気でインド人は何人も亡くなる。日本と変わりない医療でみんなを救いたい。もちろん私の身内もね。最初は怪しい人物かと思ったが、日本語がとても丁寧で、その知識や表情、情熱にこの人は本物だと確信し、環境を客観視できていない自分を思い返し赤面した。何かを追ったり夢中になる衝動、無理だ苦しいなんて言わない彼に心を許した。ありがとう、どの地を回っても心から通じ合える人間に出会うことができる。肌や瞳の色、言語や文化、宗教さえ違くとも、君と私は何かもっと大きく単純なものでつながれる。また会える日を願っているよ。
話しかけてくるインド人を切り捨てるスタイルで旅を続けてきたが、ここに来てその壁はベルリンのように崩壊した。そのままベッドに横たわり、空腹に耐えながら日記を書く。ズボンが緩くなった気がする。はい、ということでね、9日目の日記になります。そう、この日は前日にね、ご飯をねご馳走してくれた方たちが夕方に見に行ったプージャーにね、別にね見るつもりなかったんですけど、たまたまねこう出くわすという奇跡がありまして、そう、その川のねこう夜、僕たちは日没のプージャーに行ったというか遭遇したわけなんですけど、そう、川のなんて言うんだろう、岸にも人がもうパンパンいて、なんて言うんだろうな、多分その僕がいたとこがそのプージャーのたまたま中心地で、そこにこう向かってこう川からもね大きい船の上にはね人がたくさんいて、本当にね何千人もの人がねそのお祈りを見に来るんですよ。これ毎日行われているのにこの人数がね集まるっていうのはなんかすごいなって思いました。ブログにはね写真も貼ってあるんで、ぜひね気になった方見てみてください。はい、その後まあインド人の大学生に会ったりとか、そう、彼のね日本では当たり前になるような病気でインド人が何人も亡くなっているんだっていう、そういう思いからしっかりねこうやって日本語もすごい上手だったし、でも日本に行ったことはないって言ってたので、まあ海外旅行客としてね日本から来た人や、ちゃんと独学でこうやって日本語を勉強しているっていうところにね、なんだろう、やっぱりこう覚悟が違うなというか、やっぱりこう満たされていると人間って実はダメになってしまうのかもしれないな、なんて、それはねもちろん性格にもよるけど、何か本気でね起こしたいっていう衝動っていうのはね、そういう根本から生まれてくるのかもしれないな、なんて思いました。はい、といった感じで9日目がこんな感じでした。で次ね、10日目に行きます。ちょっとねブログだと次の後編の記事になるんですけど、そう、11日までねブログは書いてあるんで、今日はあと2日分読んでねどうにか最終回にしたいなって思います。はい、では10日目バラナシからデリー戦い前日という題名になっています。インド10日目、特に何をするでもなく一日中移動。そう、デリーへと戻るのだ。私は列車の中でひたすらに深夜特急を呼んでいた。乗り物酔いをしないという私の唯一の特技がなければ、この退屈な時間をどうやり過ごしていたのだろうか。相変わらず途中の駅でやってくるおばさんのお菓子やご飯に目を奪われるが、なんだかもう負けたくないというより買わないのが当たり前になっていた。向かいの席のおじさんと軽く会話をしながら、日本から来たのか、ようこそなどと言われた。インドの列車は遅れるので不安だ。明日はデリーに着いているといい。そしてあの男と戦うんだ。ということでね、10日目はすごい短いブログ、まあほとんどね移動だったので多分書くこともねそんないなかったんだと思う。あとは10日目にして少しねこうブログにね、ブログというか日記にね飽きてきている自分がいますね、これは完全に。まあそう、本当にね僕はね乗り物酔いってものをね経験したことがなくて、なので電車とかでも全然平気で本とか携帯とかいじれるような人間なんですけど、本当それがなかったら何で時間潰してるんだろうってぐらいね、日本だとあんまりその10時間とかさ、携帯もそのネットにつながってない状況とか、まあ車酔いとかする人だったら本も読めないし、ただ10時間ね暇を潰せって言われると結構しんどいんじゃないかなって思うんですけど、皆さんならこう何して時間を潰しますか？そう、僕は本をね、多分深夜特急って書いてあるけど、深夜特急とあとはそのバラナシでもらったサル岩石のね放浪日記をね読んでいたっていう覚えがあります。そう、まあそして
そう、そしてあの男と戦うんだってこう最後に書いているんですけど、これはあの初日のねデリーにここで一旦戻るっていうことで、あの初日にね騙されたチケットのあのおっちゃんの店みたいなとこがあったので、そこにこう行って、なんで嘘ついたんだってこう文句を言いに行こうってね、こう友人と決めていて、それをこう意気込んでますね。はい、やっといった感じで短いんですけど、10日目はねこんな感じの1日でした。はい、では11日目の方にね行こうかなって思います。はい、では11日目、デリーツアー会社との戦い、読みます。インド11日目、無事デリーに到着。近所のカレー屋に入ったが、これがまあうまい。ナンが一つ30円で、もうありえないくらいに食いまくった。とりあえず初日に騙されたツアー会社へ。怒った演技をしようと決め、部屋に入ってすぐ大声を上げた。ちょうど今日も外国人たちが騙されている。座っているイギリス人に話しかけられた。彼も同じことを言われているそうで、チケットは駅で普通に買えるよと伝えると、彼は笑顔でその店を飛び出した。初日は優しかったあの男もすごく怒っているように見えたけれど、これは私にとっての戦いだ。彼が嘘を言っていたこと、値段が異常に高いということを言うと、彼はうんざりとした顔で私に5000ルピーを差し出した。お金が戻ってきたが、かなり悔しい気持ちになった。あの男だけは人生の中で何人かに入るほど嫌な人だと思った。異文化を受け入れろと言われるかもしれないが、私は彼を許すことができなかった。それは騙されたからではない、私の何かを裏切ったからだ。煮え切らない気持ちでゲストハウスでタバコを吸うという日記になっています。そう、この日はね、まずねカレーをねデリーで食べたんですけど、やっぱりねデリーはインドの中ではねこう都心なわけですよ。日本でいう東京みたいな感じなので、カレー屋もねしっかりこうレストランみたいなのがあったりして、あのちょっとね疲れたし結構時間も経ったから、しっかりしたお店でカレーを食べようってなって、そこでね、ちょっといいカレーを食べたんですよ。そしたらねすごく美味しくて、ここのカレーがねインドにいた期間で一番美味しかったカレーです。まあそれで、ツアー会社に行ったわけなんですけど、そう、あの僕たちは行きたい街を言ったら、この11日間ねこういう風に回りたいっていうのを、飛行機の中で決めたんですよ。でその後はもっとそのデリーとか、あのふわっといろんなとこ回っていこうっていう感じで、その話をして、この11日間の移動のねチケットを最初に買ったわけなんですよ。なので結構な額騙されていたわけですよ。まあ僕はね、あの日本ではそんなにね人にこう怒るみたいなのも結構できないんですけど、そう、なんか外国に行くともうね声をいかに大きく出すかとか、そういうねなんかスキルも身につくかなって思います。やっぱり日本はね感じ取ってくれっていうような怒り方だとか、そういうのがやっぱ多いと思うんですよ。無言になるとかね、やっぱりね海外に行ったらしっかり怒ってる理由とか、そういうのを言葉でね伝えるっていうことがね重要だなってこう感じます。まああの本当はねこう騙されていた人たち全員をね僕は救いたかったんですけど、その僕が行った時に騙されてる人ね、でもさすがにねちょっとあっちも人数多いし、ちょっとこうがたいのいい人も多かったので、さすがにその勇気はちょっと出なくて、たまたま話しかけられたイギリス人にこう耳打ちで、これ嘘だから、あの普通に駅行けば帰るよっていうことを伝えたら、その人あのリュックをね一気に背負ってあの走り去りましたね、僕に手を振りながら。彼はいい旅できたんですかね。名前も顔ももうちょっと覚えてないですけど、そういう出会いもねあったりするなっていうのがいいですよね、やっぱ海外旅行って。まあといった感じで、
まあお金もね、あの全額ね、あのその嘘ついてた分ね取り返して、全額かわからないけど、まあもう相手がねこんだけ返すから勘弁してくれよってことで、まあ僕もねそのお金が目的だったというか、彼をどうしても許せなくて、あのなんだろう、そういうね嘘をついてねお金を取って、僕はもうなんかインドに来てからそういうね行為をね本当に許せなくて、で彼はねインド人の中でもすごいねお金持ちだと思うんですよ、洋服とかもね見て。だからなんだろう、すごいお金がなくてさ、お金くださいって言ってきてる人とは、まあそれをね差別ではないけどやっぱり違うだろうってねすごい思ったんですよ。そうだからね、いろいろ僕も怒ったりとかなんかねしたんですけど、そうでこの後からこうもっとね自由な旅をしていっていろんなとこに行ったわけなんですけど、この日のね次の日に僕あの携帯をね水没させまして、もう当然のごとくこの日記もね iPhone に書いていたので日記も書けなくなったりとか、あとはあの携帯もなくなっちゃったんで、あのもちろん写真もね撮れずじまいということで、まあ友人がね何枚か撮ってくれたんですけど、まあブログとしてはねここで旅は終わっています。旅のね日記としては終わっています。まああのアフターエピソードはねそんなに、まあいろんなことしたけど、まあ今度からもっともう自分でねチケット買えることも分かったし、こういろんなね街に行ったりしたんだけど、まあ結構割とルーズに1個の街に4日とかいたりして、まああのいろいろねその辺は話すようなことではないかなと思います。はい、といった感じで全体的にインドのね旅行編これで最終回ということでね全部読むことできました。そうまああのいろんなね旅行って苦しいこともあるし、なんか今日ね今日じゃない昨日インスタの質問でインドのこのラジオ聞いてくれてる方からハードすぎませんかってこうあの質問をいただいたんですけど、うんやっぱりねでも平凡よりはいいじゃんって本当に僕はね心から思っていて、ハードな人生って辛いことって実は快感というか、なんだろう、何もない一日、もちろんね楽しいことがいっぱいある方がいいとは思うんですけど、辛いことも自分の考えようでは楽しくできるけどね、平凡なことをね楽しむっていうのはね結構難しいんじゃないかなって僕は思っています。まあやっぱりねインドに行ってなんか全体的にこうなんだろう、人間としてのあり方とか、命の重さっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないけど、日本ではねこう考えられないような道徳心っていうねものをねしっかり、この時は何歳、21歳とか2歳だと思うけど再実感できたかなって思っています。まああとはこのブログのねまとめに最後多分僕が文字に起こしていることをね読んでこの最終回をね閉じたいと思います。はい、読みますよ。インドへ行く時両親にはすごく心配されました。お金もなかったし行くためにたくさんバイトをしたり少しずつ旅に必要なものを買い揃えていきました。しかし本当にお金がなかったからこそインド人にも本気でぶつかった。安いリュックがすぐに壊れたりゲストハウスの水しか出ないシャワーにも納得した。何かを始めたいという衝動さえあればどんな状況でも道はある。そしてその感情は誰にも止めることはできない。そんな気持ちを教えてくれたインドの旅だからこそ初めての記事に選びましたと書いてあります。うん、まさにその通りだな。やっぱりね今だとそういう風にね、なんだろう、多分多少のお金なら騙されてもいいやって思ったけど、この行くまでの過程で自分がねどんだけアルバイトをしてねこの資金を貯めたかとか、そういうねバックグラウンドがあったからこそなんかしっかり戦ったし、なんだ、安いね宿に泊まろうとかそういうハングリーなね精神を持てたなって思います。そう本当にねお金すごいかかったけど、ね
どこかをね節約しようとか、本当にやりたいと思えばやれないことってないって思います。そう、僕もねまだまだこの YouTube とかブログとか始めてね 2、3ヶ月、 YouTube に関しては1ヶ月も経っていません。まあそういった状況下で、なんだろう、まさかね自分がこんなことやるなんて年明けの頃にはね思ってもなかったです。けどやってみればやれて、僕にとっては多いこの49名というね登録者を抱えて発信するっていうことが今できています。はい、まあ今後もねそういうふうにいろんなねこう社会の声とかそういうのはたくさんあると思うんですけど、自分の中での正解とか信念ってものを持って、これから僕は25にもなったし30歳までこう走り抜けて、なんか仮にね病気になった時に後悔しないようなね人生を送りたいななんて思っています。とまあねちょっとかっこいいことを言いましたけど、本当にそういう気持ちです。はい、この4本かな今までインドの旅行記、結構退屈な日もあったかもしれませんけど、もしね全部見てくれた方がねいらっしゃるなら、本当にありがとうという言葉をねしっかり、あなたにありがとうという言葉を伝えたいです。はい、これにて、インド旅行記は終了になります。はい、皆さんもねぜひこのコロナとか明けたら海外旅行に行ってみるっていうのをね少しでも思う人が一人でもいたらいいなって思いますので、ぜひねご検討くださいということで、今日は締めたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。